17年7月24日は、日本の政治家、実業家、元鳥取県議会議員、元中浜村会議員、弓浜組合政治組合長、西白軍米子連合養蚕組合組合長、白西社組合長、鳥取県養蚕組合長などを務め、全国屈指の養蚕王国と言われた、県下の大御所的存在として、第二本三市会副総裁でもあった。 元鳥取県境港市長、安田貞栄、元井前書店社長、長井仁志の父、鳥取県議会議員、安田裕子の祖父、旧麦柿集落の大農家に生まれる。麺に代わって、海古が主要作物になっていく頃であった。昭和2年鳥取県議会議員となり4期連続当選、昭和9年副議長となる。県営眉検定所の解説荒井穴台の件。 産業試験場再発文庁、米子商開校学校の開校などに尽力したほか、東亜物産貿易を設立し万千貿易に乗り出すなど、地域の産業振興に貢献した。県会4期目の在職中の昭和17年7月24日死去。大日本産司会からその功績に対して、第一志功労賞が贈られている。7丁あった田畑をすべて売ってしまった。 世に言う井戸と兵だけが残る、井戸平政治家になってしまい親戚から説教されたが、七長部をなくしたが九長を得たよと得意になって、肩書きを9つ並べて見せて、煙に巻いたという。また、当時喧嘩にあまり例のない外車を4000円で買って、乗り回し、豪勢な暮らしをしてみせたが、内実は日の車で、定六の死後残っていたものは、当時の金で2万円の借金だった。 元参院放送会長、小田治によれば、長井氏は政治家的というより、経済人、実業家的なものの味方をする人であった。地方の産業、経済の振興に熱心で、県西部の発展の基盤づくりをした人だと思う。市長のように思い切ったことはようやらんが、まとめ役として最高であった。同じ、浜出身の影山慶一は、すぐ怒ったが、長井氏は、 人当たりが良く、穏やかで、怒った顔を見せたことがなかった。という。坂井港ししげ干渉は61年796ページ。ABCDEFG。私たちの町の20世紀136ページ。ABC 安田貞恵著。一筋に10ページ。AB 安田貞恵著。一筋に62ページ。AB 安田貞恵著。一筋に63ページ。ありがとうございます。